先輩 V の皆さんとですね、うん、この音ゲーのことをたくさん勉強してプレイして上手になっていきたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、もしあのこうした方がいいよとかあした方がいいよとかあれば、うん、あのチャットの欄で、はい、チャット欄とかがあるんでねチャット欄を使ってあの、うん、ご指導ご鞭撻いただければと思いますよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、まず台東音ゲー部という番組は台東の音楽ゲームタイトル4タイトルあるんですけれどもそちらを紹介していく番組となっております、はい、その4タイトルはこちら、はい、まずはグルーヴコースターです。音楽ゲーム&ジェットコースターをコンセプトとした、疾走感満点のリズムゲームです。アーケード版、アプリ版、スチーム版、ニンテンドースイッチ版とマルチに展開しています。今日は最新情報やスイッチ版のゲームプレイをお届けします。はい、続いて東方スペルバブルです。こちらはスイッチタイトル。ゲームのコンセプトは東方アレンジ&リズム&パズル。基本は同じ色の玉を3つ以上つなげると消すことができるバブルシューティングゲームなのですが、そこにリズムアクション、迫撃パートがあったりします。が今までになかった感覚だけに言葉だけで説明するのはちょっと難しいので後で実機プレイしていきます。はい、そしてテトテコネクト、はい、こちらはアーケードのリズムゲームです。画面に出現するノーツをタッチしていくことで画面内のパートナーとプレイヤーがコネクトされまるでシンクロしているかのようなリズムアクションゲームです。こちらは本日は、告知情報のみとなります。でもこのすごく気になっておりますので、今後ねちょっとぜひプレイしてみたいですね。はい、そして最後のタイトルはミュージックダイバー、うん、はい、こちらですね、はい、今日からロケテストが始まった全く新規の音ゲーになります、はい、スティックを使って楽器演奏感を楽しめるみたいなのでこのミュージックダイバーこちら後ほど詳しく見ていきましょう。実機も今日スタジオに来ています。あ、楽しみです。楽しみそんなこんなでですね、うん、台東の音楽ゲームを触っていく台東音ゲー部です。で講師の先生だったり、まあ、あとは、コーチ、ゲーム、ゲストに、お越しいただきましてお話を聞いていくというそんな楽しい部活動にしていきたいと思います。はい、はい、最初はまず私たち新入部員のことをね知ってもらうために自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ、まずはこちら、好きな音楽ジャンル。何がどう、みゆちゃんよく聞くとか。そうですね、私割と今その時流行ってる音楽とかは常に聞くようにはしているんですけれども、うんうん、歌ったりするのも好きだもんね。歌ったりするのも好きでよく一人カラオケとか行くんですけど、うんうん、やっぱりあのアニメが好
きなので、うん、アニメの主題歌とかになってる楽曲とか、うんうんうん、あとはボーカロイドさんの楽曲とか、はいはいはい、よく聞きますね。私もね、ボーカロイドさんはやっぱよく聞くね。あ、やっぱそうですね、うん、あとは結構バンド系とかは好きかな、うん、結構ズンズンしてる。あ、そう、ズン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 してるのとか、逆にアコースティック系とかも好きで、しっとりめの、そうそうそう、聞いたりする。バンド系とかは好きかな。割と幅広めですね。うん、何でも聞くかな、うん、なるほどですね。そんな感じで、そんな音楽ジャンルはこんな感じですが、はい、続きましてこちら、ドン、音ゲーのプレイ経験は、音ゲーのプレイ経験は、うんうん、実はそんなに、うんうん、なくて。あ、そうなんだ。携帯、スマホゲームとかでできるようなやつとかだったりはしたことあるんですけど、うんうん、筐体とかになると、うん、見る、後ろから見て楽しむっていう方が多くて、そう、動きがすごいから、たまにやるっていう感じの、うんうんうん、はい、経験しかなくて、なのでちょっと今回この機に、これを機に頑張りたいなと思ってます。そうだね、私もアプリはやるかな、うん、よくサシャさんにはなりますが、プロセカだったりとか、うん、はすごいアプリでやってて、筐体だと太鼓の達人、あ、太鼓の達人とかは、うん、みんなで楽しくみたいな感じでやってて、でもやっぱりそれこそ斉藤さんのとかはやっぱ見たりするよね。みんなが動いてたりとかするのも、なんか皆さんがやってるの見るだけでもすごく楽しくて、うん、わかるわかる、自分もやった気になれちゃうんですよね。はい、ですね。はい、ということで、ということで私たちの紹介がこう少しでも届くと嬉しいです。嬉しいです。はい、はい、じゃあ部活動を始めていきましょう。はい、まずこの部活動では視聴者の皆さんからリクエストや各タイトルへの質問、応援メッセージなどを随時募集しております。はい、こちら番組公式ツイッターの方にハッシュタグ体音部をつけてリツイートしていただければ、はい、次回以降の番組でリクエスト楽曲を流したり、質問に顧問の先生たちが答えてくださいますので、どんどん投稿してください。はい、はい、そして採用された部員の方には番組オリジナルステッカーをプレゼントということなので、ぜひぜひどしどし応募、うん、応募、うん、ツイート、ハッシュタグをね、お願いします。お願いします。まあ、この見てる皆さんと一緒にですね、音ゲーのすべてを楽しめる時間にしていきたいと思いますので、うん、はい、それではですね、早速最初のゲームに行く前にですね、本日の1曲目リクエストの曲ですね、うんうん、こちらはちょっと私たちのリクエスト曲を聴いていただければと思います。こちらが、グルーヴコースターよりイリュージョン・オブ・ザ・フェアリー・ハーモニー、フェアリー・テイル・ハーモニー。「そう羽ばたきます」
グルーブコースターワイワイパーティー。はい、こちらですね、グルコス担当の先生、花形プロデューサーが来ています。花形先生、自己紹介をお願いします。はい、グルーブコースターのプロデューサーで兼、こちらの音ゲームの、はい、顧問を担当しております、花形です。よろしくお願いします。私が登場するときにはね、皆さんに、まずこの部活に入ってやっていただくことがございます。何ですか？何ですか？はい、グルーブコースターのポーズというのがあるので、はい、それをまず覚えていただきたいです。はい、皆さん、画面の前の皆さんも一緒に覚えてください。やり方ですね、簡単ですよ、はい、グルーブって言いながら、ジェットコースターがだんだん上がっていくような感じで手を上げていきます。グルーブで上がる、コースターで下がって上がる、ーコースターで下がって上がる、下がって上がる、怖いかだっけ。一緒にやりますか。皆さんも一緒に行きましょう。皆さん行きましょう。せーの、グルーブコースター、という感じで。なるほど、楽しい。はい、楽しい部活なんでね、勉強じゃないんで、部活なんで楽しくやっていきましょう。はい、ワイワイパーティーですね。はい、で最初に、キャンペーンのお知らせがございまして、現在この、生放送を見てる方にプレゼントのキャンペーンをしております。で先ほど曲のリクエストは体温部、体温部でツイートしてくださいっていうあれだったんですけども、はい、体温部配信中ってつけて、この、番組の感想とかをツイートしていただいた方に、この今回お二人や出演者の、サイン入りの色紙と、あといろんなグッズの詰め合わせをプレゼントということで、こちらのグルーブコースターのアクリルスタンドで、いろんなこう人気曲のジャケットとかをアクリルスタンドにしたものの、これランダムなんですけど、これのうちのどれかと、同じような缶バッジも今出てまして、それさらに、これは、テトテコネクトの限定手袋っていうのがあって、それつけてプレイする、はい、でさらに、東方スペルバブルの、これは今ちょうど販売してる、ハンカチみたいなやつですね、はい、などなど、なんかいろんなグッズが盛りだくさんで当たるキャンペーン、でさらにサイン色紙もついてくるということなので、ぜひ体温部配信中でこのツイッターでいろいろ感想とか実況していただいたりとかしながら、番組を楽しんでください。はい、ぜひ。そしてちょっともう一つ、先ほどスパチャいただきました、ヘリさん、ありがとうございます。 ありがとうございます、はい、でちょっと今日の番組、実はスパチャオフでやる公式番組で予定だったんで、ちょっとそれ以降オフにさせていただきました。送りたい方はお気持ちだけ受け取らせていただきますので、ぜひね、コメントの方で応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、ということで、はい、まずグルーブコースターワイワイパーティーがどんなゲームなのか、私たち新入部員まだ未熟なもので知らないので、はい、ぜひ詳しく教えていただきたいです。はい、では、スライドの方で説明していきます。スライドお願いします。はい、グルーブコースターっていうのが、昨年ちょうど10周年迎えて、もともとスマホ版で始まった、このコースターっていうくらいなんで、レールの上をこう走りながら音楽を奏でるようなゲームなんですけども、それの今任天堂スイッチ版が発売しております。で任天堂スイッチなんで、ジョイコンを使って遊ぶアクティブ操作を搭載していたり、普通にボタンで遊ぶモードもあって、いろんな遊び方があります。さらに画面分割で4人で一緒に遊ぶみんなでプレイとか、誰とでも遊べるワイワイ対戦やガチ対戦など、いろんなルールで対戦も楽しめます。なるほど。次のスライドお願いします。さらに、昨年アップデートでオンライン対戦も追加されて、遠くの友達と一緒に、オンライン対戦を楽しむことができます。で自分の実力を競い合うランキングマッチですとか、はい、好きな友達と一緒に遊べるプライベートマッチが選べることができます。おー、ランキングマッチということでね、グルーブコースター、アーケード、スマホ、Steam といろいろあるんですけども、今回はこのね、スイッチ版の方を楽しんでいこうかなと思いますので、はい、早速ね、2人のちょっと実力を見せていただきましょうかね。なるほど、スパルタですね。予習はしてきましたか？予習、はい、はい、
やりました。自信は満々と。どうでしょう。はい、じゃあ早速、はい、小田さんからプレイしてもらっていいですか。はい、頑張ります、やります。こちらでいいですかね。ほう、音が聞こえるかな。じゃあ画面の方切り替えてください。はい、じゃあまずね、選曲はオリジナルで。そうですね、せっかくなんで、うん、あのオリジナル曲で、はい、あのまあ、先輩のそうですね、あのゆめちゃんの曲を、はい、私はちょっとプレイしてみようと思います。じゃあ難易度はどうしますか。イージーで、じゃあ、はい、ね、まずは、はい、我々新入部員ちょっと初心者なものでして、まあ、しかもね、他のゲームのファンでグルーヴコースター初めてって方もいるかもしれないんで、はい、そういう方にも ね、うん、簡単なモードはこんな感じだよっていうところも見ていただきたいなと思います。はい、じゃあ始めてください。楽しみだな。あ、ここでね、あの、はい、操作方法、どういう操作方法が出るかが、基本はね、ボタンを押して、あとは両手を押しと中押しっていうシンプルな操作性になってますんで、この白い丸がタップ、そうですね、右手でも左でも片手で単押しですね。で、黄色い棒がついてるのが長押し、長押し で、あとでこの、ね、青が両手で同時押し。なるほど。結構もう、あの、簡単なモードはこの3つの操作だけなんで、シンプルに楽しめるゲーム性になってます。難しくなるとまた違った操作が、そうですね、出てくるんですね。これ隠し要素があるっての聞いたんですけど、はい、実はここの他にアドリブっていう見えないターゲットがありまして、それはもう曲に乗りながら何もないところでタイミングよく押すと、取れる、見えないノートになってまして、ただ、押さなくてもミスにはならないんですよ。ただ押せれば高得点が狙えるっていう、あのボーナス的なものになってますんで。なんかどこを探すとか、なんかコツとかあるんですか、見つけるコツ。そうですね、こうやっぱり間隔が空いてるとことか、あとはこう道がこう曲がり角になってるとこが、でかつこうこう曲の拍を、ね、意識しながら拍の頭でしっかり押したりすると取れたりします。なるほど。これやりながら自分で見つけていくっていうやり込み要素的なものなんですね。そうで、ただやっぱそれが取れるとよりこう曲に乗れてる感じがして、あ、そうですよね、気持ちいいんで、ぜひね、ちょっと慣れてきたらそこも狙ってまいりたいなと思います。ということで、これクリアですね。あ、よかったです。すごい。ありがとうございます。 B ランク。 B です。はい、この判定上げるのって、うん、どうしたらいい。まあ、ミスをまずね、なるべくなくして、あとはタイミングをより正確に、グレーとか言ってもいいタイミングなんですけど、狙っておしていくと。はい、じゃあ早速、次は高橋さんのプレーを見てみようと思います。はい、私はじゃあこのリンカちゃんの、リンカちゃんの、だから萌え先輩がね、萌えば。じゃあ難易度は、難易度は最初はイージーで、はい、はい、まずちょっとね、まあ難易度ね、同じぐらいなんで、さっきの曲と、はい、ぜひね、2人の実力はどれくらいかみたいなとこも、まず、1日目ですからね。そうですね、1日目なので最低で E、はい、最高で S。 あ、これはね、評価の方で、さっき B ランクだったじゃないですか。はい、B の上に A、S、S プラス、S プラスプラスっていうのがあるんで、まだまだ伸びしろはたくさんあるという。なるほど、まだまだちょっと伸ばしていきたいですね。はい、まあ、やっぱりそのためにはなるべくミスをしないことと、はい、リズムに正確に叩くっていうところで、かつ、まあ、さっき言ったアドリブとかも余裕があったら狙っていくっていうのがコツになります。なんか押すタイミングによってなんかスローとかファーストとか出てくるんですけど、はいはい、やっぱあれも出ない方がポイントは高い。要はタイミングが悪いと、まあ、遅すぎたらスローだし、早すぎたらファーストが出ちゃうんで、まあ、出ないように打っていただくのがベストです。このアイコンもすごい可愛いですよね。そうですよね。これアバターといって、まあ、はい、こういうコラボキャラもいれば、はい、グルーヴコースターのオリジナルキャラとか、ロゴにもなってるインベーダーのアイコンとか、はい、そういうのも選べるんで、
まあ、お好きなアイコンを自分でカスタムして楽しむことができます。最初やらせてもらった時リンカちゃんのアイコンで可愛かった。でも本当にゲームをこうやり込むとどんどんこのアイコンとかも解禁されてて、あの本当にすごいいろんな種類があるんで、あの自分の好きなのが選べるようになると思います。楽曲が終わった後にこうなんか枝分かれした表みたいなところに飛んで、うんうん、クリアしましたみたいなのが出てきますよね。そうですね、あのミッションっていうのがあって、はい、あのまあ、別の画面なんですけどそこでこういろんな課題があるんでそれをこうクリアしていくと、うんうん、どんどんキャラクターとか曲を増やしていくことができるゲームになってます。可愛らしくデコれるようになるわけですね。そうですね。まあ、他にもあのゲームのナビゲーターってあのメニュー画面で案内してくれたら女というんですけど、あれとかも種類を増やして解禁していくことができます。あ、そうなんですね。なるほど。クリアです。クリアです。さあ評価は、あ、A です。すごーい。イエーイ、おめでとうございます。はい、イージーでも全然普通に初心者では楽しめる、うん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 、ね、難易度かなって思います。そうですね、なんか隠しとか多分探していくってなると、そうです ね、 ね、またリズムに合わせていろいろボタンを押していきたいですよね。楽しみな要素がたくさんありますね。はい、そうですね、まあ部活なんでね、はい、やっぱり徐々にゲームが上手くなっていってもらいたいんですよ。はい、上手くなりたい、なりたい。2人には次回の部活までにこう達成してもらいたい自己目標みたいのを設定してもらって、なるほど、あのそれでまあやっぱ自分の目標が達成できるかどうかってとこをあの目指していただきたいなと思うんですけども、はい、はい、自己目標をね、あのちょっと事前に考えて事前に考えてきました。はい、はい、じゃあ発表してください。はい、じゃあまず小田からいきます。はい、私の目標はこちら、はい、イージーフルコン、うん、イージーフルコン、フルコンをちょっと今日はね、あの多分何回かミスをしてしまったので、はい、まずはちょっとイージーモードのフルコンを目指して頑張っていきたいと思います。なるほど、はい、でも結構フルコンも大変じゃないですか。うん、多分ちなみにグルーブコースターだとちょっとねフルコンって、まあ、いわゆる音ゲー用語なんですけど、はい、2つ段階があって、はい、ノーミスっていうのがまずあります。ノーミスはまあその通り、ミスを1回もしないことです。でさらにフルチェインっていうのがあって、フルチェインそれはミスを1回もしなくて全部のアドリブを成功させる。あアドリブもだから多分最初の目標はノーミスぐらいがいいかなとは思います。なるほど、イージーノーミスでちょっと来月フルチェインで頑張っていきたいです。はい、じゃあ、はい、高槻さんの方はいかがですか。はい、高槻の目標はこちら、デデン、 S を取る。おさっき A だったので、うん、次は S を取りたいなと思います。うん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 、でグルーブコースター、ね、あのチェインのあの途切れると点数が減っちゃうんですよね。だから、はい、実質 S 狙うには、はい、ほぼノーミスぐらいの成績じゃないと厳しいっていうところがあります。なるほど、一緒なぐらい頑張らなきゃ ね、 一緒一緒ですね。結構目標的には近いかもしれない。近いですね。確かに。まずはちょっとそうです、そまずはノーミスでできるように、うん、はい、特訓してまいります。まあ、はい、あのミスっても結構そんなにミスが少なければ S、正確に打てば取れたりもするんで、あの正確さとミスを少なくするっていうところを意識してもらえればいいと思います。目標とかをこの目標を設定したんですけど、はい、どうしたらこうなんでしょう、うまくなっていけるもんなんですかね。はい、目標設定のためには、はい、まあ言うならばやっぱり練習しまくるしかないんですよ。でもやっぱり一人で練習してると辛いじゃないですか。はい、だから音ゲー上手くなる攻略の第一歩、ライバルを作ることなんですよ。なるほど、ライバル、はい、ライバル隣にいますよね。ライバルちょっと2人には、はい、対戦してそのねちょっとライバル心を燃やしてもらおうかなっていうところで、まあグルーコースターワイワイパーティー対戦もできるんで、はい、2人プレイの対戦をやってもらおうかなと思います。なるほど、よし、ちょっとじゃあコントローラーを開始しまして、はい、このなんか、なるほど、一回みんなでプレイの方で、はい、はい、
さっきはね評価的には高槻さんのが高かったんですけど、はい、対戦はちょっとね一人で遊ぶの違うんですよ。要は相手を妨害したりする効果があったりするんで、はい、純粋な、まあ、実力プラス運みたいなところで運も実力のうちってとこを付き合ってください。よく言いますね。じゃあこの設定でやっていきましょう。で遊んでいただく曲なんですけども、はい、最近出た DLC の新曲遊んでもらいたいと思います、はい、DLC の東方プロジェクトアレンジパック7から、はい、こちらですね。あ、こちらで、はい、まあ、TikTok とかであたいの足技見さらせやーとかで踊ってるやつですね。めっちゃ話題のこちらのスカーロット警察のゲットパトロール24時で対戦してもらいましょう。はい、難易度どうします？どうします？まずはイージーで、まあね、妨害とかもあるんで、はい、その妨害とかも乗り越えつつイージーでいい成績を狙ってみてください。普通にイージーだと違いますね。そうですね。妨害がちょっとまだどんなのかが、ね、そうですね、そうなんですよ。突然来るんで、まあ、ちょっとこのドキドキ感もこのグループコースターの楽しいポイントになってます。あー、楽しい。私が赤、うん、この後ろの映像も、あ、そうなんですよ、曲ごとにね違いますよね。こうビジュアル的にも楽しめて、まあ、曲の中にこう入り込んだような楽しみ方ができます、ね、かわいい後ろの絵も。でこう右下とかにね順位も出てるんで、視聴者の方は今どっちが勝ってるとかも、あ、これはね音がなくなる妨害効果です。何も聞こえてないけど全然聞こえない。画面が安定した。何これ、うわ、すごいすごい。あ、この星なんですか？この星をうまく操作すると相手に妨害を送ったり、まあ、自分が有利になる効果が発動します。あ、今アドリブが見えました。あ、そう、アドリブが見えるようになる効果もあります。え、ノーツが消えます。やばいじゃん。どうしよう。曲をよく聴いてね、見えなくてもタイミングをうまく取ってプレイしてみてください。わ、このノー消えるの怖い怖い。けけけ、はい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 、はい、今どっちが勝ってるの？はい、はい、確認できない。でも私の前に出てるのが、前に出てる人が勝ってます、はいはい、あ、なるほど、じゃあ負けてますね。あ、後ろの前がキャラの下の方にファーストとかセカンドみたいな順位も出てるんで。おお、あ、これじゃあ4人とかでやるとこの順位とかがすごい。そうですね、なるほど。入れ替えが激しかったりするんですかね。はい、そうです。おスカーレット警察出動。すごい、今の銃のあれすごいですね。実は銃に合わせてアドリブがあったりするっていう。そうなんですか。さあ順位はどうなのか。この順位も純粋な点じゃなくて、いろんなそのチェーンがつなげられたかとか、はい、アドリブが取れたかみたいなとこも評価されて、星の数が多い方が勝ちになります。なるほど。おー、あー、負けた。やった。勝った勝った。ということで、私の名前は今回はね、はい、勝利という感じなんですけども、あ、まあ、ぜひね、次回はリベンジしていただくように、ね、ちょっと特訓してまいります。お互いこうライバルとして頑張りましょう。高め合いましょう。高め合いましょう。さらにはね、グループコースターのオンライン対戦もあるんで、まあ、いずれはね、こう視聴者の先輩部員の方と先輩たちと戦うっていうこともあるかなと思うんで、はい、先輩と戦うにはもうちょっと必要ですね。そうですね。まあ、ノーマルぐらいはちょっとこなせるぐらいに頑張ってもらおうかなと思います、はいはい、ありがとうございます。じゃあ最後に告知の方、グループコースターの告知の方をお願いします。はい、グループコースターの、告知をさせていただきます、はい、スライドの方お願いします。はい、先ほどね、プレイしてもらった東方プロジェクトアレンジパック7というダウンロードコンテンツが絶賛発売中です。次のスライドお願いします。こちらにあるような、まあ、さっきのスカーレット警察のゲットパトローズ24時など人気の東方アレンジ楽曲を10曲入りで、さらにまあチルノの
とか、スカーレット警察っていうキャラ あのボイス入りのナビゲーターなど、さまざまなあの特典もついたパックになっておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はいはい。はい、さらにもう一つお得な情報がございます。次のスライドお願いします。DLC セールを実施中です、オリジナルパックというオリジナル曲グルーヴコースター向けの書き下ろし曲ですね、を詰め合わせたパックが6種類、1から6まで、30% オフで買える、セールをやってますで6月12日までの期間限定となっておりますので、オリジナルパックあんまり、まあ、まだ持ってないよって方はこの機会にぜひゲットしてみてください。はい、そしてですね、グルーヴコースターのちょっと新しい情報も発表していこうかなと思います。はい、はい、こちらをご覧ください。はい、2022年7月新規音楽ゲームコラボ実施決定。おお、まだねちょっとタイトルは言えないんですけども、まあ、今日音楽ゲームってもいろいろあるんですけども、はい、これまでにグルーヴコースターがコラボレーションしたこと、まあ、シリーズでしたことがない音ゲーで、まあ、かつ今日紹介するタイトルの音ゲーではない他社様のちょっと音ゲーで新規のところとコラボ予定で、ちょっとどんな音ゲーかまだ言えないんですけども、7月をお楽しみにお待ちください。はい、交互期待ということで、はい、で、はい、ちょっとね今日アーケード、まあ、グルーヴコースター今アーケードとスマホとかもアップデートしてるんですけども、ちょっと今日はそのアップデート情報はお持ちできなかったんですけども、まあ、この生放送とか、毎月やっていくので今後発信していければと思ってます。で、アーケードスマホについてはちょっと次回楽曲が、6月末ぐらいまで新曲お待たせする予定ではあるんで、ちょっとそこに関しては待っていただく間申し訳ないんですけども、まあ、今ある曲とかを楽しんでお待ちいただければと思います。はい、穴形先生ありがとうございました。ありがとうございます。ということでグルーヴコースターワイワイパーティーのコーナーはここまでとなります。そして本日2回目のリクエスト曲は部員名永井徹さんのリクエストになります。曲はグルーヴコースターよりザワワです。こちらまさきさんの楽曲の中でもかなり好きな曲です。ミュージックダイバーでもできたらいいなというメッセージ届いております。それでは聴いてください。どうぞ。ミュージックダイバー、はい、こちらのコーナーも花形先生が来ております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
私はあのミュージックライバーの開発スタッフではないんですけども、はい、今日ちょっとスタッフの方が、うん、あのちょうど今日からロケテストをやっていて、うん、はい、そちらの方に行っていて来られないので、あの代理であのミュージックライバーの説明などもさせていただきます。はい、よろしくお願いします。まず先生、あの視聴者の方も私たちもまだ初めてのゲーム、どんなゲームかよく分かっていない、はい、うん、方も多いと思うので、はい、紹介をお願いします。そうですね、まあ、本当にね今週発表されたばっかり の, あの、まあ、最新ゲームというところなので、はい、あのゲームの方をあのじっくり紹介していきたいと思います。はい、ではスライドの方お願いいたします。ミュージックダイバーの、まあ、遊び方としてはあのこのようなあの写真のようにこうゲームの画面と周りにこうパッドみたいなエッジっていう部分があるんですけども、その画面とエッジを叩いて遊ぶ、あのスティックです、これを叩いて遊ぶゲームになってます。で、まあ、音楽ゲームなのでタイミングよく叩いて、曲に合った曲を、プレイ音を鳴らそうというところで、右の方に説明があるんですけども、曲によってその叩く位置でさまざまなプレイ音が鳴るんで、まあ、自分がこういろんな楽器を演奏しているようなあの演奏感が体感できて、まあ、それがもうあたかも音楽にダイブしてるかのような没入感を得られるっていうようなあの楽しみ方が味わえるゲーム性です。だからミュージックダイバーっていう名前なんですね。まあ実際結構このね穴の中にこう吸い込まれるような、ね、ゲームの形も、ね、あるんで、そこもちょっとダイブ感があるなというところですね。はい、でこちら筐体の様子が、はい、今日はなんとね実機の方を持ってきております。はい、持ってきていただいております。まあ、写真とかではね今まで公開してたんですけど、はい、まあ、実際動いてるところを、映像として公開するのはね、実際に叩いていきますので、本当に初公開みたいなところでやっていければと思います。はい、ということでじゃあまあね筐体説明するだけだとまだまだね面白さが伝わらないかなと思いますので、はい、実際プレイしていきますか。いやいいですか。はい、やったー、今日からのゲームです。今日はそうですよ、プレイ初めてね、のね、そうそう、一般の方も今日が初プレイというところで、うん、しかもまだロケテストなんで2店舗だけっていうところなんで、本当に全国で100人いるかいないかみたいな仲間入りできましたね。ちょっと貴重な体験をさせていただきます。はい、いや早速まず1枚目、高月さん、はい、プレイしていきますか。じゃあ行ってまいります。行ってらっしゃい。行ってきます。デザインとかもすごくかっこいいですよね。そうですね、かなり、まあ、こだわったというか、まあ、クールさと、まあ、かつやっぱりこの見た目でねこう叩いて遊ぶっていうのが伝わるようなデザインを意識してるかなと思います。まあ、この円形だからそれこそね吸い込まれていくような演出だったりとかも、あ、で結構ね、決まりました。あ、準備できましたか。頑張ります。まずはちょっと優しく、はい、頑張って。じゃあ1曲目はこちらね、キングのイージー、まあ、これ4段階の一番下の難易度になります。一番最初のやつです。そちらはぜひ見てください。黄色はなんかこう音のアクセントに合わせたちょっと特別なノートで、まあ、決まるとこう気持ちいいみたいなアクセントとして、はい、入ってるっていう、入ってますよね。でこの赤のね三角が画面の内側を叩く、で黄色っていうか青いノート で,、はい、で細いこう線がエッジの部分を叩くっていうゲーム線になってますね。これやっぱエッジと画面の移動がやっぱり、そうですね、このコツ、そこをうまく、うん、まあ、瞬時に判断して、うん、鳴らし分けるかって、まあ、方向としては上下左右の4方向なんで、はい、そこまでね結構直感的に、あ、右だ左だ上だ下だって分かるんですけど、はい、まあ、そのエッジか内側かを見分けるみたいなのが最初こうゲームに慣れるまでのこう、ね、練習ポイントになるかなとは思います。そうですね、ツイッターでもカリニウムの時の写真を上げていただいてましたけど、私たちもあの時に見させていただいて、でも違いを認識するのはなかなか難しかったですね。
まあだからそこがね、こう慣れてくると、うんうん、こうなんつうんだろう、あ、このゲーム掴んだぞみたいな。いや、そこ一個やっぱそこが楽しいっていうのが。だから本当にね、初めてプレイされる方もまず一番イージーからやるぐらいでもいいかなと思うんで、あのこのどのマーカーが来たら何を叩くかっていうのをあの瞬時に判断できるように覚えていただくのがいいかなとは思います。で結構コメントにもあのキーオンがあるとかいう、ね、コメントいただいてるんですけど、キーオンっていうのは演奏した時の鳴る音のことを言うんで、これがやっぱりそういう曲に合わせてあの、まあ、演奏感のある音が鳴ってるっていうのが特徴なんで、まあ、どんな音が鳴ってるかとかもあの注目してもらえればなと思います。なるほど、クリア、すごい SS。 このゲーム SSSSSS まであるんですよ。3つまで、上から2番目なんでめちゃめちゃいいスコアですね、これは。やったー。じゃあちょっと続きまして小田が、はい、行ってまいります。小田さんにもプレイしてもらいましょう。はい、しかもなんかすごい楽しいですねこれ。まあ、グルーブコースターとかアーケードだと手で演奏するんですけど、はい、あのまあ、バチで演奏するっていうのがまた結構ね、爽快なポイントになるかなと思うんで、あんまり結構強く叩いても大丈夫っていうのを聞いたので、思い切り叩いて丈夫に設計されてるんで、丈夫に設計されてるので、あの、はい、皆さん、小田さんもナイトオブナイトで、難易度はイージーですね。まあ、ナイトもナイト、あのグルーブコースターでもめちゃめちゃ人気の東宝アレンジ曲で、そうなんですね、まあ、やっぱりこのハイテンポのアレンジが演奏できるとすごい爽快なんですよ。爽快感はありますね。で今回今遊んでいただけている曲はロケテストにも入ってる楽曲なので、あの皆さんもプレイできるような曲になってます。ロケテストは何曲ぐらい入ってるんですか？そうですね、この後紹介、まあ、具体的に何が入ってるか紹介するんですけども、全部で20曲遊べる予定になってます。すごい、まあ、結構いろんなジャンルの曲で、かつなんかこのゲームならではのちょっとこだわりの楽曲とかもあったりするんで、なるほど、後でお楽しみに見ていただければと思います。なんか叩くだけだから意外と簡単かなっていう印象なんですけど、結構あの4面で叩く位置とか変わってきたり、縁だったりすると、はいはい、なんか結構あのその場のなんかタイミングとか難しめな感じはしますけど、でも楽しいです。やり込み しがいがある感じがしますね。結構ね、そのロケテストの感想とかツイッターとかでも見させてもらったら、みんなね近い感想で、難しいけど楽しい、要はなんかなんつうだろう、やり込みてーみたいな。そうですよね、やり込みがいがあるみたいな面白さだっていう評判ですね。チャットの方でも爽快感めっちゃありそうっていうコメントだったり、楽しそうっていうコメントだったり、今ねイージーですけど、こう当然難易度が上がってくればかなりこう手数の多い、よりこうタカ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 って叩いて、難しいやつが、おどうだどうだ、もしかして、もしかして、オールパーフェクト、すごい、すげえ、これが SSL です。ありがとうございます。これ全部パーフェクト、オール、パーフェクトの、まあ、1個さらに上にクリティカルっていうのがあるんですけども、パーフェクト全部取れば100万点超えるっていうのは聞いてて、すごい、まあ、めったに取れないんですけど、めったに取れない、素晴らしいですね。すごいですね、本当に本当に初心者ですか？もうすごいびっくりした私も。ちょっとじゃあみゆちゃんも頑張って、ね、せっかく新作なんで、もう一回ずつ皆さん遊んでみましょう。もう一回いいんですか？じゃあ次はどうしますか？難易度上げてみます？難易度上げますか？はい、なるほど。はい、バッドアップルの1個上、2番目の難易度のノーマルですね、下から2番目。はい、こちらもあのスイッチの方
のゲームにも曲が入ってて、はい、私もそれですごい、なんでしょう、音をいっぱい覚えて。そう、バッドアップルも結構音ゲーでは定番 の、うん、あの人気東宝アレンジ曲でして、うん、あのまあ、グルーヴコースターでもあの初期から収録してるんですけど、はい、まあ、こちらの楽曲でも、採用、こちらのゲームでも採用しているという曲になります。で、まあ、ノーマルね、さっきと違ってかなり手数が多いっていうのが見てわかるかなと思います。やっぱりさっきとは全然増えましたね。ただ結構その右左とか、はい、あの曲の展開によって規則性があるんで、はい、そういうところを見抜いていただければ、あのきっちりこういう風にね、叩けるんじゃないかなと思います。やっぱ体で覚えていくのが、はい、あ、でもすごいすごい、ひゆちゃんもすごいいいぞ。でもやっぱこの何回かやらせていただいて、どんどんやっぱ目が慣れていくので、はいはいはい、ちょっと私もノーマルだったりとか、あともうちょっとイージーでも難しい曲やっていきたいなっていうのが。あー、難しそう。結構今この曲の展開によって叩いてる音が変わったのとかも気づかれてるかなと思うんですけど、こういうとこはかなりこのゲームの、なんていうの、あの演奏感を出すためのこだわりポイントなんで、そういうとこを味わっていただきたいなと思います。いいですね。頑張れ頑張れ。これ来たかもしれない。おお、自信あり。じゃあ評価はどうか。評価はどうでしょう。やったー、すごい。トリプルエース。すごい。いや、すごい、やっぱりクリティカル率がめちゃめちゃ高いんで、なんか。クリティカルはかなりシビアな判定だとは伺ってるんで、本当に音に合わせてすごい正確に叩けてたのが SSS 取れたポイントかなと思います。リズム感やったー、ノーマル SSS。 じゃあ小田さんも、はい、もう一曲、もう一曲いきます。やってみましょう。はい、あ、やった、すごい褒めてもらってます。私よかったよかった。いや、実はちょっとテストプレイというか、そのやる前に、はい、実際にやらせていただいたときに、これは練習してました。こそ弁って言うんですか、こそ練してました。でもこれ結構やっぱりイージーからノーマルに変わるだけでも全然違いますね。はいはいはい、はい、あのこなタイミングが全然違います。はいはい、速さとかも、まあ、4分音符じゃなくて8分音符みたいな細かいね。そうです、細かい、より細かいリズムになって、このデータで印象しました。いやー、これ楽しいです。なんか、はいはい、なんかいい、なんか SSS 出すとすごいあの達成感ありますね。あー、そうなんですよ、はい、あ、そして選んだ曲はフリーダムダイブ。お、この曲はですね、はい、まあ音ゲー、いろんな音ゲーに収録されてる、まあ、サイさんっていう、まあ、いろんなボス曲とかを書かれてるコンポーザーさんの結構人気曲であるんですけども、今回のロケテストに収録されてる曲の中でも、まあ、一番難しい曲、イージーでもレベル3っていうすごい難しい曲になってます。じゃあ、猛者たちはこれを、これの、まあ、一番上のやつを目指すんですかね。で、私たちもこれできるようになりたいですね、いつか。やっぱり難しい曲ほど下の難易度で曲を覚えたりとかリズムに慣れていただいて、徐々にこう上げていくのが上達のコツになってくるかなと思います。なるほど。これなんか タップするっていうんですか、はい、叩くタイミングで音がなんか綺麗に聞こえたり、はいはいはい、聞こえなかったりするのはあれは仕様なんですね。そう、結構ね、コメントでグルコスにも入れてほしいっていうのがあって、よくね、リクエストにもあるんですよ。あ、そうなんですね。なんですけど、この速さの曲ってグルコスで特にそういう家庭用とかだと連動が速すぎてちょっと合わないんじゃないのっていうのがあって、で逆にこの、バチで叩くミュージックダイバーだと、まあ、この速さに耐えうるというか、まあ、バチだとやっぱ連打しやすいんで、確かにそうですね、ミュージックダイバーの方がよりゲーム性があってるかなっていうところで、
まあ、いずれねグルコースも可能性あるんですけど、まずはミュージックライバーでねお楽しみいただければなと思います。より高度なものを求めてるんですね、きっとあのプレイヤーはまあまあもちろんね、やり込んでいただけてる方は本当にあの、ね、ものすごい実力の方いっぱいいらっしゃるので、まあ、いつかという感じですかね。確かにあの全然スピードというか、うん、違いますね。スクロールの速さも極速いと速くなってくるんで、ね、このゲームあのハイスピードって言ってそのスクロールのスピードを調整する機能もあるんで、そういうとこも自分に合ったスピードで楽しむことができます。終わりました。はい、クリア。まあ、曲自体ね超難しいんですけど、評価はどうですかね。評価は S。 あでもね、すごい、この最難曲 E G とは S はさすがです。さすがです。いやー、曲によってもやっぱ難易度が全然違って。そうですよね、動きも若干変わってきますからね。はい、ということで、はい、ミュージックダイバープレイしてきましたが、うん、はい、まあでも、ね、この視聴者の方も含めて多分、うん、こう初めて触るっていう、まあ、新規の音ゲーなので、はい、ちょっと素人の私たちだけのプレイじゃ見てる方たちにちょっと伝わらないかなっていうところがあって、上級者のプレイが見たいと、はい、やっぱり、ね、じゃ視聴者の方も、うん、あの難しいプレイというか、はい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 、ここをなんかここを目指せばいいんだなっていうプレイお手本というか、うん、見たいなと思うので、ちょっと、はい、お手本プレイを。わかりました。じゃあ私がって思うんですけども、まあ先ほども申し上げた通り、はい、私ちょっと開発者じゃないので、今日は、開発スタッフのデザイナーで、はい、まあ、うまいプレイが見せられる、スタッフを連れてきましたので、そちらのプレイをご覧いただきたいと思います。はい、じゃあこう準備の方お願いします。準備、花形先生のを見たかったんですけどね。ねえ、まあねはい、ということで、はい、先生、お願いします。お願いします。お願いします。じゃあこれね、エクストリームっていう4段階目の一番難しい難易度で、レベル9のヴァンパイアになります。うわー、すごい、速度が違う。あすごいすごいすごい。いやでもやっぱり全然手数が違いますね。いや、違う。すごい、すごいな。この人気の曲なんですよね。ヴァンパイアは結構人気の曲ですね。そうですね、ボカロの中では人気なんですけど、まあ、とはいえね、簡単な難易度は、ね、人気曲なんで遊びやすくはしてるんですけども、まあエクストリームはこんなに優しくないぞと。いやいや、これはすごいですよ。すごい、ね、だって置いてかれますもんね。私たちとこの動きが違うよね。動きが違う。このね、打鍵を聴いてるだけでもこのスピード感っていうか、うん、ただねやっぱこれが決まると気持ちいいんですよね。いや絶対楽しいと思う。これできたら楽しいだろうなっていう感じも伝わってるんじゃないかなとは。うん、やばい、今のリーダしまいますが、ただね、生放送に普段出るようなスタッフじゃないんで、かなり緊張はされてると思うんですけど、もう一曲で見られてるね。頑張ってもらいたいなと思います。全然違うと思う。決まりましたかね。 OK でしょうか。準備完了らしいです。お願いします。お、はい、フリーダムライブハードですね。さっき私がやってたやつの北から3番目の
難易度で、まあレベル9なんで、さっきのヴァンパイアと同じくらいの難しさになります。全然違うじゃん、さっき私が言ったの。でもこれは難しいですね。速さだけじゃなくて、こうリズムのなんかトリッキーさというか、そうですね、そこも、まあ、うまく曲のリズムを掴まないといけない。この曲すごいリズム取るの難しくって、ミニチーでやっててこんなにできないのにすごいな、すごい、結構この2個同時打ちがね、パッとこう瞬時にどこを叩くかを判断しなきゃいけないのと、上下を上で右で叩くか左で叩くかとかも攻略のポイントになってくるかなとは思います。なるほど、確かに打ちやすさも変わってきましたね。次にどっちを打つかがつながりがあるんで、そこを考えながら攻略していくのが持ち味のポイントかなと思います。この筐体、今は普通にヘッドホンとかなしでやってますけど、ヘッドホンさして、イヤホンジャックさして、でちゃんと音をじっくり聞きながら、やることもできます。できるので、没入感をさらに深められるという。これね、今見ていただいているのがハードなんですけども、はい、この上のエクストリームは、今回そのロケテストバージョンで、このゲームに入って一番難しい譜面になってますので、まあ、ガチで極めたいという方はそちらとかにもね挑戦していただきたいなと思います。ロケテストね、ロケテストのハッシュタグもちょっと私見させていただいて、みんななんか SSF とかを出しててすごい皆さんプロやんみたいな、いやすごい、でもすごいね先生、さすがもう、お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、まあ今ね見ていただいた通り、本当開発スタッフさんの S、 すごい、すごい、ありがとうございました。いやこちらそれこそ今このロケテストが稼働中ということで、はい、じゃあですね、ロケテストの詳細情報、いきたいと思います、はい、こちらご覧ください、ロケテスト開催中です、ちょうど今日から、29日日曜日までラウンド1横浜西口店と、ラウンド1スタジアム千日前店、関東関西それぞれで、同時開催しております。次お願いします。収録曲なんですけども、まあ、いろんなジャンル収録しておりまして、こちらまず可愛い EDM っていうジャンル、ちょっと珍しいですよね。可愛い、こちら4曲あります。続いて、はい、さらに EDM、 EDM と可愛い EDM 別ジャンルなんですよねこのゲーム、そこが結構こだわりポイントかなと思います。なるほど、はい、こちらの3曲、そして次が、はい、バーチャル、いわゆるボーカロイドの楽曲ですよね、はい、こちらの5曲が遊べます。そして次、バラエティ、東方のアレンジですとか、フリーダムダイムのようなさまざまな楽曲が遊べます、はい、そして続いてこちらです、アニメ&ポップ、まあ、人気のアニソンとか J-POP とかも、いろいろ収録しておりますということで、まあ、かなり幅広いジャンル、かつ、ね、まあ、ミュージックダイバーならではの結構こだわったね、楽曲とかアーティストの曲も収録しているというところで、まあ、いろいろ楽しんでいただきたいなと思います。はい、ぜひ詳しくはね、ミュージックダイバーのツイッターとかもあるので、そちらの方もチェックしてみてください。はい、先生ありがとうございました。ということで、ミュージックダイバーのコーナーは以上になります。そして本日3回目のリクエスト曲は部員名カルさんからのリクエストです。グルーヴコースター収録曲のサティスフィクションになります。こちらグルコス始めてからずっとやり続けてる好きなオリジナル曲です。トパゾライトさんのグルコス曲のこのグルコス曲をヘトコネに収録してほしいですという要望も、はい、いただいております。台東の音ゲー全部遊んでいるので毎月配信楽しみですというメッセージいただきました。ありがとうございます。それでは聞いてください。どうぞ。
ではですね、担当の先生の澤田プロデューサーが来ています。澤田先生、自己紹介をお願いします。はい、東方スペルバブルプロデューサーの澤田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東方スペルバブルなんですけど、東方アレンジとリズムとパズルが融合っていう、ふうに言ってるじゃないですか。全く想像ができないんですけど、私たち新入部員にちょっと分かりやすく教えていただけますか。はい、分かりました。ちょっと変わったゲームなので、はい、ちょっとスライドをご用意させていただいたので、じゃあスライドで説明させていただこうかと思います。はい、はい、見たことある人もいらっしゃるかなとは思うんですけれども、基本のパズルはですね、よくある、パズルボブルの形ですね。バブルシューティングとなっています。手玉を、3つ色を合わせると、消えるという形になっています。で、同じ色玉をですね、いっぱいつなげると、リズムアクションに変わりますので、そのタイミングで、タイミングよく、リズムパートを成功させていただくと、相手にこうお邪魔のバグみたいな設定となっております。なるほど。はい、続きましてスライドお願いします。で、色玉を、消したり、剥ぐ気を成功させて、先ほど申し上げたんですけど、邪魔玉を送って相手をダウンさせる。このダウンラインとなっているのが、この赤いラインがあるんですけど、そこのラインより下に行くと、相手に点が入るというようなゲームシステムになっています。で、楽曲の、最後までプレイするという形になっていますので、最後までプレイをしていただいて、そこで、スコアがどちらが高いかというところで勝敗が決まるというようなゲームとなっています。そうですね。なので、普通のパズルゲームってこうダウンしたらおしまいとかになるんですけど、一応そこは音源の部分も入ってますので、一応最後まで楽曲が聴けるという感じのゲームです。なるほど、嬉しいです。はい、じゃあ次お願いします。で、あと反撃と覚醒というモードも用意しておりまして、はい、いっぱい消せる、迫撃がいっぱい消して、いっぱい遊べる、そのリズムパートをいっぱい遊べるパートを、覚醒と言いまして、あとはダウンしてもちょっと相手にやられっぱなしにならないように、迫撃のいっぱいできる反撃のモードに、はい、入ったりしますので、こういった形で、ゲーム中でもいろいろなこうプレイができるような仕組みになっております。なるほど。で、続きまして、スペルカードと能力、キャラクターがですね、DLC のキャラクターも含める22キャラいますので、それぞれに3つずつスペルカードがあります。いろんな効果があれば、相手を邪魔したり自分を強化したりがありますので、それをこうシーンに合わせて使っていただけると、さまざまな戦術に変化が出てくるかなと思います。番狂わせですね、これ。そうですね。なのでここぞという時に使っていただくような、はい、ものとなっております。必殺技みたいな感じですね。はい、なるほど。というゲームにはなるんですけれども、小田さん、高槻さんと遊んでみたいと思いませんか。遊びたいで す。もちろん。はい、よかったです。はい、ということで、対戦型のパズルゲームとなっておりますので、お二人で遊んでいただけるかなと思いますので、今日は、2人で戦いをガチンコの対決をしていただければなと思います。で、さらにですね、はい、どうやら今日は勝った方に何やらご褒美があるみたいなので、はい、なのでご褒美をかけて、はい、ここはガチンコで。いや、何系ですか。何系スタッフさん、何系ですかね。スイーツ系ですかね。ちょっと、いや、マジ頑張ります。負けないよ負けないよ、負けないですよ。はい、なので、この美味しいスイーツをかけまして2人で対戦していただければと思いますので、お互いじゃ意気込みをお願いします。はい、絶対スイーツ食べるぞー。負けません。はい、頑張ります。よっしゃー。はい、ということで、では対戦に行ってみましょうか。はい、じゃあゲーム画面にまーす。はい、ではですね、キャラクターを決めていきましょうか。はい、これいろいろなキャラクター、22体いますので、東方の、キャラクター、人気キャラクターがたくさん収録されております。それぞれに声優さんも、豪華な声優さんも起用させていただいておりますので、自分のなんか推しの声優さんとかで決めていただいても全然いいのかなと。初心者にはニトリちゃんがいいって聞いたので。そうですね、ガイドが非常に分かりやすい、はい、ニトリがいいですね。で、あともう初心者キャラですと、ちょっと別ですけど、レイムのとかも、その迫撃後ちょっと判定を緩くするという、優しくなるというキャラクターなので、そのグッドの判定が割とこう増える、はい、優しくなるので、とてもいいキャラクターになります。この辺りが、
常に初心者向けのキャラクターと思います、はい、キャラクターによっても全然変わってくるので、はい、やってからの、はい、自分の好きなキャラ作っていくそうですね、ぜひぜひ、はい、で楽曲はランダムというところで、あ、そうですね、どの曲に、はい、どうなるか何が出てくるか、はい、楽しみですけど、あ、まさきの教会の宴が出てきました、ラスボス曲が出てきました、ラスボスいきなり すごい早い曲が出てきちゃいました、あ、これ早い曲なんですね、はい、そうですね、あのラスボス曲なのでとても早くて、今回 あのグルコスパックにも入って皆さん苦労されてる曲だと思いますけど、そうなんですか、はい、そうなんだ、はい、あのこれあのボーカルは役もブラあの役もゆかり役の、伊藤静香さん、あ、伊藤静香さん、はい、なので伊藤静香さんの多少のまさき、ずんたたまさき、はい、ハイテンポですね、この曲、早い早い、はい、いいですね、連撃といって、何連って言った後があのちょっと早いあの迫撃が入りますので、これをお邪魔消したいです、あ、そうですね、頑張って頑張って消してください、頑張って消してください、スイーツが待ってます、頑張って消してください、スイーツが、スイーツが、あ、そうですね、はい、あ、覚醒入りました、はい、覚醒に入るとそうですね、いっぱい反撃ができるという、いやー、これは、いやー、ちょっとめちゃくちゃ迷っちゃうな、はい、これ、いやー、これなかなかあれですね、曲数すごい多いんですけど、まさきを弾くのはすごいです、レアな、しかもちょうどグルコスにも入ったばかりの曲ナイスタイミングですね、あー、危ないです、あー、危ないです、あー、ダウンです、いい勝負になってきました、今全く同点の127対127、うわ、いっぱい来た、難しい、よし、これで、はい、黄色に V の字に塗る、スペルが、はい、はい、開幕ランドとなります、はいはいはい、あ、いいですよ、ちぎれますね、はい、いい感じですか、ですね、あの横の雷玉みたいなところに当てるとパッとそこが切れるので、はい、そうですね、ここに、はい、当てると、あ、これ切れたりします、いろいろ特殊な玉も入ってますので、ぜひ活用すると勝敗にも影響出てくるかな、これなんか画面の横流れてるのなんかノースみたいなの何ですか、あ、そうですね、それがちょうどその迫撃が発生する、タイミングとなっておりますので、そうなんですか、はい、上級者になるとここを見てその迫撃の密度が高いタイミングで色玉を消して迫撃いっぱい、成立させるっていうようなプレイに繋がっています、ね、これ全然今見る余裕がなくて、そう見るとこ多いっていうところがミステルバブルも、はい、すごい、そう、はい、じゃあ、はい、小田さんの方もステルカード使える感じになってますね、なので、はい、あ、小田さんじゃないの、ごめんなさい、タラスキーなんですね、はい、はい、これはあ、ちょっと角度によってなんですけど、はい、緑色に塗るというステルカードです、ね、あ、色が変わるんですね、そうですね、やばい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 、緑でさっきできたんだ、そうですね、あ、間違った、間違った、どうしよう、どうしよう、そうです、入れ替えた、はい、そうです、いいです、 B ボタンで変えるんですよね、そうですね、 B ボタンで入れ替えます、はい、で、場の弾に関しても X ボタンで自分で入れ替え、あの、どんどん追加することもできますので、そうなんですか、はい、もっとこう追加して火力を、火力というかいっぱい消したいなという時は X ボタン、あー、なるほど、溜めていくやつですね、そうですね、はい、そろそろ覚醒にレーム5が入ります、覚醒のタイミングはどこでわかるんですか、はい、覚醒のタイミングって覚醒のタイミングは、この魔法陣、今、バブルの発射台があると思うんですけど、周りに白いゲージがあるじゃないですか、丸がそれが、真上までこう行くと、ゲージが溜まって覚醒に入るっていう、うん、なるほど、なるほど、あ、なのでそこもぜひ見ながらプレイをしていただきたいですね特にこう、あの、相手が今どういう状況かっていうのをここで見て、相手が覚醒に入るとの時にはスペルカード打たないとかっていう戦略が、あー、なるほど、はい、覚醒の時はスペルカード効かないんですか、そうですね、効かなくなってしまうので、なるほど、はい、あー、頑張って、あー、やばい、できるか、やばい、やばい、やばいぞ、あー、ダウンですね、あ、でもいい勝負ですね、お394、すごい接戦ですね、接戦だ、めちゃくちゃ接戦ですね、あー、ダウンしました、待って、やばい、やばい、やばい、あーっと、これは違う、やばい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 、違う、違う、違う、スイーツがかかってる、
負けられない。あ、まだまだありますよ。諦めないことがスチールバブルで大事なことです。そうですよね、まだ何があるか分かりませんから。ワンダウンまだあります。私も使おう。ここでタイマーフランバーもらった。やばいやばいやばい、熱いね、熱いですね。これは来てしまった。あー500体やったー。400体やった。いやー惜しかったですね。ワンダウンで100点ぐらいは行くので、はい、もう本当に最後ワンダウン勝負でしたね。いやー、いや、いい勝負でした。いや、めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。ありがとう。いや、そうですね、特にあのこの今ちょっと教会の宴っていうあの楽曲は後半にすごい盛り上がりが出てある曲になっていて、はい、そこにこう先ほど言った迫撃のあのシーンがいっぱい詰まっているので、はい、最後の最後で逆転できたりする曲になるので、はい、結構諦めなければ道が開かれるのが好きな番組です。いや、心折れちゃダメだね。ぜひぜひ、はい、ということで、はい、じゃあ勝者にはなんと、うん、スイーツが嬉しい。うわ、ありがとうございます。見てください、この美味しそうなスイーツ。割とちゃんと美味しそうです。ちゃんと美味しそう。ちょっと後で買って帰ります。買って帰ります。ちょっと、まあ、後ほど美味しくいただきます。ありがとうございます。はい、じゃあ、いい匂い、いい匂いだ。めちゃめちゃ楽しいですね。ありがとうございます。まあ、すごい対戦なのでぜひ、はい、あのお友達とかと、まあ、オンラインももちろん入ってるんですけど、こうやってオフラインでやると、はい、相手のリアクションとかを見ると一番楽しいので。そうそうですね、ぜひあのお友達とかと集まってやるもよし、まあ、オンラインもありますので、うん、お友達となんかあのプライベートマッチとかで遊んでいただけるのもよしかなと思いますので、ぜひ東方好きの方はもちろんですけど、はい、ちょっとパズル と、リズムゲームとかも好きな方でも十分に遊んでいただけるかなと思いますので、ぜひ遊んでいただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、はい、では自己目標ですかね、はい、次回放送に、ね、はい、達成していただきたい自己目標のピッチブックに書いていただけたらと思います。そうです、はい、ちゃんと部活、ね、部活動であることを忘れない。はい、では、はい、私、小田の目標こちら、はい、はい、リズムのむ、ミスをしない、はい、あの迫撃っていうんですか、はい、あのポンポンポン、ね、123とか、はい、12345、あそこをちょっと落とさずに、そうですね、はい、できるようになりたいなっていうのが目標ですね。はい、素晴らしいです、はい、じゃあ次は私、はい、さんお願いします。はい、わかる。これなんか、うん、パズルゲームも入ってるので、はい、で、だ、で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 、はい、はい、ミスが命取りのゲームです。はい、一番大事それ。はい。はい、そうですね、時間の都合でちょっとですね、今日はお手本プレイスペルバブルに関してはないので、はい、はい、ぜひ2回目以降でやらせていただければと思います。またあの2回目以降、あのお客さんというか部員の方、見てる部員の方と対戦とか、先輩部員と、はい、先輩、先輩部員はめちゃくちゃ強い先輩部員いると思うので、絶対強いでしょ。はい、あの小田さんと高槻さんとこうバチンってやっていただけるような感じの対戦も面白いかなと思いますので、ぜひ少しでもね、ちゃんと戦えるように、はい、はい、ではすいません、スペルバブルも告知ちょっといろいろありますので、はい、やらせていただければと思います。はい、します。はい、キャラクターパックタタラコガサ、追加となりました。キャラクター第2弾ですね、はい、追加になっております。はい、ちょっと追加させていただいて、まあ、いろいろと、ユーザーの方からご意見もいただいているところではあるんですけれども、はい、ちょっといろいろとあのデータ収集しながらあの今後に、役立っていきたいなと思っておりますので、はい、皆さんいろいろご意見いただけると助かります。はい、それでは次の告知スライドお願いします。はい、はい、フォロー&リツイートキャンペーンやっております。イラスト、あのこのタタラコワさんのイラストを描いていただいた川谷バグ先生、イラストのサイン入りの、イラスト入りサイン色紙を3名様にプレゼントの、リツイートキャンペーンを行っております。はい、31日までです。皆さんお急ぎください。はい、はい、じゃあ次お願いします。はい、グッズ化決定で各 EC サイトはニンメイト通販などで発売、今予約受付中となっておりますので、ちょっとザザッとグッズを紹介させてください。はい、次々いきますよ。お願いします。次のスライド、はい、ゲーミングマウスパッドです。はい、次メタルポスター、ピカピカ光るメタルポスターです。はい、次キーリングとハンドタオルです。はい、次お願いします。
はい、みんなあいっぱい持ってるクリアファイルです。クリアファイルですね。はい、何個あっても大丈夫ですね。何個あっても、はい、次お願いします。トレーディングアクリルキーホルダーです。おー、かわいい、かわいい、次です。お願いします。え、クリアステッカーです。これがセットになってます。え、セット A とセット B があります。クリアセット2種類があります。あ、2枚、そうですね、2種類、はい、入ってます。次お願いします。はい、で目玉はサントラ CD です。はい、東方アレンジ楽曲、あのスペルバブル書き下ろしの、東方アレンジ楽曲12曲と、ゲーム内の BGM12 曲を入れています。イラストはスペルバブルの中ではキリサメマリさんを描いていただいたオギポテさんという方に描いていただきました。ちょっと可愛らしい素敵なジャケットになっておりますので、ぜひぜひこちらも予約受付中となっておりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、収録楽曲をさらっと、はい、今ちょうど流れてる、裏で流れているのが、バブルの呪文は呪文はシューポップというイオシスさん、に書いていただいた、先ほどちょうどプレイしていただいたスカーレット警察作ってる書、はいはい、いた方が四条レタスさんなんですけど、その方が作詞をやっている楽曲で、ボーカルが、大空の上さんが歌っていただいている曲、まあ、流れたのはオフボーカルになりますけど、1曲目としてザラッと12曲、書き下ろしの東方アレンジ楽曲が入っております。はい、次お願いします。で、こちらゲーム内の BGM でずんたたまさきが書き下ろしたものとなります。こちら東方アレンジではないんですけど、ゲーム内 BGM です。はい、お願いします。はい、ちょっと、東方プロジェクトのグッズというところで、弊社のタイトルのですね、はい、大きいぬいぐるみを作る、めちゃくちゃでかいですよね。めちゃくちゃでかいぬいぐるみを作る、まあ、プロジェクトというか、ブランドがあって、ドキュートというブランドになるんですけど、これのレーム、マリサ、ヨウムが出ております。高さ110cm だったりするので、これ実物僕は例大祭で、例大祭というイベントで見たんですけど、はい、びっくりするぐらいでかい。いや、写真見てもでかいですね。一抱えぐらいあるので、ぜひ。すごいですね。はい、寄りかかりながらゲームしたりしていただければいいかなと思います。あ、いいですね、寄りかかりながらいただければと思います。はい、で最後です。フォロー&リツイートキャンペーンでサウンドトラック化、グッズ化記念というところで、このキービジュアルを書いていただいた藤チョコ先生の、サイン入りのメタルポスターが当たる、フォロー&リツイートキャンペーンもやっております。こちらも31日までです。お急ぎください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ちょうどサンプル上がってきたばかりのサンプルがあるので、今こちらに、はい、これが、ゲーミングマウスパッドですね。はい、キービジュアル結構大きめですね。こんなでかいんですね、最近のゲーミングマウスパッドっていうのは。はい、結構発色綺麗に作っていますので。そうですね、はい、グラフィック綺麗、はい、2種類、これが、キービジュアル と、はい、でこれがエンディングのイラストですね。いっぱいキャラクターいますね、かわいい。はい、で、これが、先ほどもちょっと花形の方が紹介してた、ハンドタオルですね。ハンドタオル、はい、2種類感じです。かわいい。でアクリルキーホルダー、ちょっといっぱいあるのであれですけど、はい、全然ですね、ちょっとこんな感じで、はい、手が足りない感じですね。はい、はい、マリスとかっていう感じで、はい、このぐらいの、はい、大きめのサイズ感で、あれ、あ、はい、フランドルシマイズ、はい、っていう感じで非常にいっぱいあります。で、これがサンプルの CD です。素敵なジャケットになっておりますので、ぜひぜひ皆さんご予約お願いいたします。お願いしております。はい、すいません、ちょっといろいろとご紹介させていただきました。はい、ということで、はい、澤田先生ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、東方スペルバムルのコーナーはここまでとなります。そして本日4回目のリクエスト曲、部員名ももさんのリクエストです。東方スペルバブルよりグランドリグレッションです。こちら最初のレディゴーが好きということで、ちょっとそのレディゴーも楽しみつつ、しっかり聞いて、バブルボブル、パズルボブルっていう、はいはい、昔のタイトルのタイトルの始まる掛け声がレディーゴーだったんです。つまりスペルバブルの元になっているタイトルをオマージュが入っているということなんですね。なるほど、ぜひ聞いてください。ぜひそこら辺聞きながら、はい、お聞きください。どうぞ。レディの機械たちの、それらが見せた夢。
ということで、ついにあの部活終わりのミーティングの時間になりました。あっという間ですね。本当に。いやでもまだまだ花畑先生から告知があるみたいなので、はい、ぜひそちらの方お願いします。はい、まあ、この番組4機種の番組なので、今日まだ紹介してない、はい、あのテトテコネクタの情報をお知らせしていいと思います。はい、まあ、コネクタの皆さんお待たせいたしましたという、はい、ところでございます。ではスライドの方お願いします。はい、テトテコネクタの新曲が、まあ、今日発表されました。で5月31日にマーリンと、太陽系ディスコ、そして、6月17日に天の弱が入ります。ぜひ遊んでください。周りはね、グルーヴコースターズのコラボ配信となります。なるほど。はい、次のスライドお願いします。はい、さらに、コラボミッションも開催しております。グルーヴコースター4マックスにあのテトテコネクトの曲が配信されているのを記念して、期間中にテトテコネクトで指定の楽曲を、まあ、どの難易度でもいいのでプレイすると、曲に応じた称号とアイコンをプレゼントいたします。まあ、本当に1曲、簡単な難易度でもいいんで、このこちらにある楽曲プレイするだけでアイコンや称号が 手に入るので、この6月13日までの期間限定なので、ぜひちょっとでコネクトを遊んでみてください。はい、はい、そしてですね、ここで、マーリン、これから配信になるんですけども、まあ、今日テトテコネクトゲームプレイはないんですけども、まあ、映像の広めというところも含めて、まあ、譜面初お披露目というところで、まあ、一部の、映像をご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。まあ、このね、曲ごとに振り付けがあって、まあ、このキャラクターと一緒にダンスが踊れるっていうのがテトテコネクトの特徴なので、マーリンはちょっとね、このマーリンっぽい魔法人っぽい振り付けとか、あとあのレッドアリさんのちょっとね、あのジャケのポーズみたいな赤さんの声振り付けとかが含まれてたりしますんで、ぜひゲームセンターでも楽しんでみてください。頑張ってください。さらにですね、今日視聴者限定のお得なキャンペーンコードの情報がございます。ですね、こちらのタイトオートゲーム配信記念、初回配信記念ということで、ゲーム内のコイン、7万5500コインをプレゼントいたします。応募方法が、マイページでキャンペーンコードを選択して、キャンペーンコードタイトオートゲーム0527という、パスワードを入力すると、7万5500コインがもらえちゃうというものになっております。こちら、今日の20時から、5月30日の、23時59分までに入力すると手に入るので、まあ、今日ね、これからテトテコネクト始めようって方はこの土日とかにプレイして、速攻でこの、マイページにアクセスしてパスワード入力していただければ、7550コインあれば結構アクセサリーとかなんか1個手に入るぐらいの、まあ、ゲームだとなかなか貯めるのが大変な金額なので、ぜひぜひコインゲットして、まあ、テトテコネクトを応援を楽しんでください。はい、あ、土日行かなきゃ行かなきゃですねもらいに行かなきゃ、ゲームセンターで行かなきゃはい、ということで花形先生ありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、始まりのミーティングでもお伝えしましたが、タイトオトゲームではですね、番組中に流す楽曲のリクエストや質問を大募集しております。こちらですね、公式ツイッターの方にハッシュタグ、タイ音部をつけてツイートしていただければ、次回以降の番組でですね、リクエスト楽曲を流したり、質問に顧問の先生たちが答えたりしますので、どんどん投稿してください。で、採用された部員の方にはですね、タイトオトゲームのオリジナルステッカーのプレゼントもあります。先生、はい、どんな質問でもいいんですか？はい、なるべく答えますまあでもちょっと発表前の情報はどうしても答えられないので、はい、まあ、例えばもう今発表されてて、ここの開発どうだったんですかとか、裏話的なこととかの方が答えやすいかなとは思います。裏話も聞けちゃうんですね。はい、まあ、でもね、この番組毎月やっていく予定なので、はい、何かしらの更新情報とかを持って新鮮なネタを届けていければなと思うので、うん、ぜひぜひね、これからも見ていただければなと思います。はい、まあ、とりあえず何でも質問してもいいんじゃないですか？とりあえずこちらでもね、全部読みます、はい、スタッフが
花形 P も全部読んでくれると思う。で、あとリクエストも今日採用されなかった方も次回以降も採用される可能性もあるので、うん、まあ、ぜひそれもご期待いただきつつ、次回の放送も見ていただければなと思います。はい、はいはい、ぜひぜひどしどしお待ちしております。どしどし、はい、お願いします。はい、あとね、はい、はい、キャンペーンも、そうですね、はい、今日ね初回、配信を記念したキャンペーンも今行っております。タイトーオートゲーム の、 まあ、今日ずっとツイッターのアカウント出してたんですけども、そちらの方で、フォロー&リツイートキャンペーンを実施しております。で、抽選で3名様にこちらのワイヤレスヘッドホンをプレゼントしております。応募期限が6月5日日曜日までとなっておりますので、まあ、それまでに、こちらのアカウントフォローしてリツイートしてください。で、このねワイヤレスイヤホン、ワイヤレスなんですけども有線にもできるんで、音ゲーでも使えるよっていう、結構便利な代物になっております。結構しっかりしてて男女どちらでもいけそうなデザインだ、可愛い、ね、白ですけどこっち赤でちょっとかっこいいめな感じで、ね、好きなお色で楽しんでいただけると思います。欲しい欲しい欲しい、はい、ではでは、はい、という感じで、はい、そして次回の放送ではこちらこんなことをやる予定です。はい、うん、テトテコネクト特集、まあ、今日ねお見せできなかったテトテコネクトのプレイとかも実況使ってご覧いただきたいな。そして、はい、スペルバブルオンライン対戦やります、ね、なるほど。なので次回までに部員のお二人はしっかりとトレーニングを、はい、鍛錬を積んでおいていただければと思いますので、頑張ります、はい、頑張ります、はい、頑張りましょう。まあいっぱいいろいろ対戦、いっぱいはできるかどうかわかんないですけど、うん、いろんな部員の方と対戦できると楽しいかなと思いますので、はい、ぜひ皆さん次はスイッチをご準備いただいて、うんうん、一緒にやりましょう、みんなでやりましょう、はい、感じでお願いします。はい、はい、ということで、はい、はい、いやでも今日初の部活動で、はい、すべ、はい、てメニューが本日終わりましたけれども、いかがでしたでしょうか、うん、小田さん、高槻さん、いや普通に楽しませていただいて、本当にあ、でもなんかその楽しんでる様子がちゃんと皆さんに伝わってるのがチャットで伝わるのか分かったので、あ、すごい私たちも良かったなって思うし、これからね、もっともっと難しい曲に挑戦していきたいと思っているので、うん、頑張っていきましょうね。スペルバブルとかも多分先輩部員たちと一緒にプレーができると思うの で、ね、一緒に楽しみながら私たちの成長も、ね、見守っていただけると欲しいです、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というじゃあ先生方も最後にですね、何か一言お願いします。まず澤田先生、はい、お願いします。はい、東方スペルバブルでは、先日、キャラクターを追加させていただきました。で、今後もですね、いろいろなキャラクターだったりとかが結局追加していく予定ですので、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。またこういった形で、生放送とかでオンライン対戦とかもやっていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん買って楽しんでいただけるとありがたいです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。続きまして、はい、花形先生お願いします。はい、ですね、まあ、今日コメントとか特にミュージックダイバーが注目されてたんで見てたんですけども、まあ、タイトーもとうとう4機種音ゲーをやることになってね、タイトーこんないっぱいいろんなのやって大丈夫みたいなコメントも目に入ったんですけども、まあ実際スタッフ別々でゲームは作っておりますので、まあ、こっちのゲームが入ったからこっちのゲームがアップデートされないみたいなことはございませんので、そこだけはねご安心いただきつつ、まあ、こういう番組を通じて他のゲームにも興味を持っていただいて、まあ、同じ音ゲーみたいな括りのジャンルでいろんなゲームを楽しんでいただきたいなと思います。で、実際多分いろんなゲームが盛り上がれば他のゲームもアップデートとかが力入れてできるっていうようなことがあるんで、はい、本当にね、まあ、台頭音ゲーだけじゃなくても本当に音ゲー界隈としてすごい盛り上げていきたいなというところですので、うん、ぜひぜひね皆様まあ、とにかくね楽しんでください、うん、そして、はい、たくさんの友達を巻き込んで音ゲー盛り上げていきましょうあれということで、まあね、初回放送やってきたんですけど、はい、はい、ぜひね、まあ、今日を皮切りにさらにさらに2回目3回目といい放送にしていければなと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは最後、本日5回目のリクエストとなるのは部員名あずきさんからのリクエストです。手と手コネクトより手と手を合わせてとなります。こちら対等の音ゲーが大好きなので楽しみというメッセージも来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこちらを聞きながらのさよならとなります。バイバーイ。バイバーイ。こんな風に踊ったら楽しいじゃん。そうじゃん。